ヒップホップ以外で一番よく聞く音楽って何ですか？ヒップホップ以外だったら、心地いい曲、トラップとかトラップの何が好きですか？トラップはやっぱりもう最先端だし、まあ最先端って言ってる。まあみんなが見てるものは同じだし、まあ誰がいい感じでトラップやってんのかなっていうのがすごいわかるから、やっぱり聞いて気持ちいいです。どこで聞いてもいいし。なんか、ラッパーでもトラッパーでもいいんですけど、もう、個人的な主観でトップ5を挙げると誰ですか？ファイプ。やっぱり、そうね。順位とかは何とも言えないんですけど、もう本当にもうその瞬間瞬間で変わっていくから、1秒前の速さが、1秒後にも全然変わってたりっていうところがあるから、まあ、本当に全体だったり、好きな、ラッパーっていうか、まあ、トラッパーだったりするんですけど、やっぱり最近だと、ワインダブメリーとか、まあ、チーフキーもそうだし、まあ、ガンナだったりとか、まあ、トラップ、そうね、トラップ、スキニフォームじゃないんとか、やっぱり、もうどんどん今出てきてる人たち、全員じゃん。全員って言われても、数えきれないっていうのはあるけど、そう。数えきれてないですね。ちょっと、5本の指では足りないっていうところ。サンクラとかで聞いてるんですか？あ、もうサンクラも全然聞きますし。まあでも聞けない時もあるから、聞かない時もありますけど、まあなんかこんな感じかな、みたいな。分かったらちょっとやめちゃってるところとかも、たまにはあるかもしれない。